本城大河は、江戸時代後期の徳山藩士、受学者、意味縄突。徳山藩の藩校、名宝館で、初代教授を務めた、本城紫岩の長男で、大河も名宝館の、第四代教授を務める。価格は馬回り、六高は五十国。安永四年四月二十三日、徳山藩士、本城紫岩の長男として生まれる。大河の生まれた、本城は。 本上条項の流れを組む。完成12年、日後国に留学して、熊本藩の広報紫倉の門下に入る。翌今日は元年には、福岡藩の亀井南明に指示し、今日は2年に、徳山へ帰った。今日は3年10月4日に、父、紫岩尾が死去すると家督を相続し、徳山藩の藩校、名宝館の区独試験上訓道役に就任した。 文化3年に江戸に勤め、文化4年5月に帰国し、7月1日に訓導役に就任。文政3年には助教に進んだ。天保3年に聖師、毛利博厚の持続となって、元茂の信頼を得、天保8年に元茂が藩主となって、以後は大いに優遇された。また、天保5年には死去した長沼斎積の公認として、明宝館の 第四代教授役座取り計らいに就任し、天保十四年十二月まで務めた。大化は、天性活発、姿勢にして、その学問は、軽死にわたり、最も死に長じた。また、四十年間にわたって犯行に勤めて、教学の刷新に力を注ぎ、後進の育成に勤めて、文科生から敬愛された。高化元年十月二十九日、移行十数死を残して死去。 去年70。長男のトールは、文政2年に6歳で、次男の雄吉は天保7年に19歳で、死去していたため、姉の重と徳山藩士、江村正明の次男である清志が家督を相続した。ありがとうございます。